まあ、マニラ移住で、いろいろ失敗とかですね、後悔の理由っていうのを聞かれるんですけれども、不動産投資だと、やっぱり、水回りがいまいちで、まあ、これは、織り込み済みなんですけども、その管理がちゃんとできてないところとか、あとディベロッパーが良くないとかですね、まあ、やっぱり、海外っていうと、フィリピンも近いとはいえ海外なので、情報が少なかったりするんですよね。そうすると、結構ですね、適当な業者に引っかかってしまうってことがあるので、そこは気をつけていただきたいなと。あと、不動産投資でよくある失敗というのは、立地が良くはないとかですね。まあ、あと、後悔はですね、現地の人とトラブルを絶対起こさないでいただきたいんですよね。やっぱり恥をかかされるとすごく恨みを持つ国民性なので、そこは気をつけていただきたいなと。現地の人トラブルにならない。まあ、女性絡みかですね、ビジネス絡みでかなりトラブルっていうのはフィリピン起きるんですよね。なので、まあ、基本的には現地で名義を借りて会社を起こしたりしないことと、まあ、現地の女性とはですね、トラブルにはぜひ気をつけていただきたい。